ださいね。吉田俊博選手です。おはようございます。近況どうですか？近況はダービーの後、はい、まあ、すぐ、ね、地元の F1 だったんですけど、はい、やっぱり疲れが溜まってて、あの思うようにね、あの、はい、まあ、思うようにとか思うような成績が 残せなかったんですけど、はい、まあ、その後今回までちょっと、ね、久しぶりに日にち空いたんでね、はい、しっかり練習ができました。中13日、はい、どんな感じの練習をメインで？いや、そうですね、最近ちょっと、まあ、ダービー、3月の頭なんかね、はい、ダービーの前とかでも特にスピード練習ばっかだったんで、はい、ちょっと、長い時間距離をね、取るっていう練習ちょっとしてなかったんで、はい、まあ、じっくり乗り込んでくることを中心にね、やってみました。手応えはありますか？手応え、そうですね、まあ、ダービーの前と同じぐらいの状態とか、うん、それと、うん、同じぐらいの状態に、いい状態に仕上がってると思います。はい、あと2勝で300勝のメモリアルでもありますよね。気づいたら、前回ぐらいからかな、はい、なんかちょっと、あ、もうそんな数字になったなっていうのは、はい、まあ、久しぶりに自分の勝ち星見たら、あ、そんなところで来たんだなってなって、まあ、積み重ねですけどね、一つ一つ。すごいです。ここで勝ち上がりで決めたいですよね。決めたらかっこいいね。ねえ、ぜひ。あと2つだからね、はい、まあ、それも、まあ、今回の目標の一つとして、はいはい、このセーベンバンクの印象はどうですか？やっぱり、はい、普段ね、走ってるバンクよりもちょっとパントがね、うん、緩いんで、ね、はい、なかなか後方からの巻き返しっていうのが厳しいバンクではあるんですけど、はいはい、まあ、後手踏まないように先手先手でいけば逆にそれを、有利に生かせるかなっていう感じはあるんで、はい、積極的に走れればなと思います。では最後に応援してくださっている皆様にメッセージをお願いします。4日間、ね、自分らしい競争で、頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとう。